海岸工学研究室の加藤です。豊田です。海岸工学研究室では海だけでなく河川や大気に関するさまざまな事象も対象として現地調査や実験、数値計算など多面的な視点から現象の解明に取り組んでいます。私が取り組んでいる研究は主に風水害の、関係する分野の研究になります。近年では特に台風等の熱帯低気圧を対象とした沿岸河口域で発生する高潮、洪水による複合災害を対象に研究をしています。風水害は地球温暖化の影響によって今後甚大化することが予測されています。変わりゆく気候条件にどのように対応すべきか、明らかにするために気候変動の影響を考慮して研究を進めています。例えばこの研究では伊勢湾の名古屋港周辺や三河港の豊橋市周辺を対象に地球温暖化により強度を増した台風が襲来した場合を想定したシミュレーションを行っています。浸水範囲や沿岸の災害開始地点を明らかにし単一災害との比較も行っております。大気、海岸、河川という水域を対象に発生し得る複合災害に対して一連の現象を一体に解析することで先進的な研究を行っています。現在私が取り組んでいる研究は沿岸域での砂の移動や地形変化に関する研究です。海に囲まれた日本では海からさまざまな恩恵を受けていると同時に脅威にもさらされています。そのような状況の中、海と陸が接する領域は生物の多様性の保全や水産資源の獲得、経済活動やレクリエーションの場として我々の生活にも深く関係しています。この研究では砂浜や比較的水深の浅い領域での砂の動きを正しく知ることでその領域の地形やその変化を明らかにすることを目的としています。そのために現地調査や観測、ドローンを用いたモニタリング、数値計算などさまざまな手法を用いて研究に取り組んでいます。これにより沿岸域での適切な土砂管理や環境保全の実現に資することを目指しています。沿岸域の環境は海水浴や潮干狩りなどの憩いの場であるとともに台風や高波の襲来時に波のエネルギーを吸収し内陸部へ被害を軽減する防波堤やバリアとしての重要な役割を担っています。このように沿岸域は人々の生活や経済活動を支える重要な環境になっていますが今後は温暖化に伴う海面上昇の影響を受けて世界規模でその面積が減少していくことが懸念されています。そのため本研究室では沿岸域環境の保全に役立つ情報を得ることを目的として干潟の地形変化に着目した現地観測や実験を行っています。沿岸域は潮の満ち引きによって地形の干出と浸水が繰り返されその間に波や風の影響を受けて海底面の地形に変化が発生しています。このような環境では連続的な観測が困難であるため効率的なデータを収集する手段が求められています。そこでドローンを活用した現地観測を行い短時間で沿岸域全体のデータを収集しています。また水利模型実験で干潟の再現を行っています。再現した干潟を高速度カメラで撮影して動画解析を行うことで干潟上の砂粒子の運動を調査しています。このように本研究室では現地観測・実験を通して干潟上で起こる現象の解明に努めています。数値解析関連の3つのテーマを紹介します。1つ目は沿岸地形変化に関する解析です。現地調査と同じ海岸を対象として X ビーチという数値モデルを用いてシミュレーションを行っています。数値解析モデルと現地調査や実験の結果を比較しモデルの妥当性を検討しています。数値解析は現地調査や実験の結果と比べて低いコストで解析できることが利点です。また現象を再現したモデルを構築することで入力している条件を変更し様々な海岸に適用することができます。2つ目は日本に上陸する台風の構造変化に関する研究を行っています。日本には多くの台風が上陸接近しており南に開いた湾は高潮に対して高いリスクがあります。そこで高潮予測で重要な最大風速半径に着目し日本に上陸した台風を対象に解析を行っています。台風モデルによる風速分布の結果から最大風速半径がどのような変化特徴があるのかについて解析を行い精度の高い最大風速半径の推定を行っています。3つ目はインドネシアバリ島の海岸を対象とした定点カメラの画像を用いた海岸のモニタリング手法の開発です。
バリ島は観光地として世界中から観光客が集まり、都市化が急速に進んだ一方で海岸の浸食問題が深刻となっています。海岸の観測環境が充実しておらず、現状が把握できていない状況にあります。簡便に海岸線の変動を観測できるシステムを構築することで、将来の海岸の保全に寄与することが期待されます。このようにあらゆる地域や空間スケールを対象として研究を行っています。日本のように様々な自然災害が起こり得る国では、あらゆる角度から発生するハザードに対する評価が求められます。本研究ではハザード評価において、ドローンによる空撮や河川観測、数値シミュレーションなどの複数の手法を織り交ぜながら研究を進めています。ここではその例について2つの研究を紹介します。まずは河川に繁茂する植生と洪水の関係について着目した研究になります。近年日本では温暖化の影響によって災害に直結するような大雨が発生する確率が高まってきています。河川が直面する課題の中でも、河道植生の管理方法は植生の繁茂状態が降雨時の水上昇に直接影響するため、中小河川では限られた予算の中で実施可能な植生伐採方法や許容できる植生高の情報が求められています。そこで私たちは河道に存在する植生によって洪水時の水位に与える影響に関する研究をしています。実際に現地に出向き、ドローンを用いて植生分布の確認や植生高の測定を行っています。また河川モデルを用いて水位や流動分布を計算し、最適な植生管理方法について研究しています。続いて南海トラフ地震による津波に関連した研究になります。南海トラフ地震などの大規模地震と地球温暖化による海面上昇や洪水が合わさると、沿岸河口域の浸水に直結してしまいます。そこで津波洪水が同時に発生した場合の水位上昇量や危険箇所の把握を目的に、数値モデルによる複合災害評価を行っています。近い将来発生する大規模津波の定量的な評価や、津波と洪水による複合災害の被害低減を目標に、さまざまな数値解析手法を用いた南海トラフ地震に伴う津波に対する想定実験や複合災害モデルの構築、ハザード解析を進めています。研究室の年間行事予定はこのような感じとなっております。1年間を通して行事が豊富にある研究室です。学会の発表の機会も豊富で、頑張って成果を上げれば国際学会にも参加することができます。アジア以外にも欧米諸国に行けるチャンスもあるかもしれません。また研究室のメンバーで潮干狩りやバーベキュー、スポーツ大会にも参加し、親睦を深めています。次に1日のタイムスケジュールについてです。研究室にはコアタイムがないので、主体性や計画性を持って空いている時間に研究を進めています。バイトや趣味の時間に没頭することも可能です。自分なりの研究室ライフを見つけてみてください。海の研究に興味がある人、学会発表をしたい人、イベントごとが好きな人、ぜひ海岸工学研究室に来てください。研究室メンバー一同お待ちしています。 So if you are interested in doing research related to coastal engineering and also doinga broad conference and also doing many outside events like other than academic events, you can, I think, joining the Coastal Engineering Laboratory will suit you best. So I'm looking forward, we're looking forward to seeing you here. Thank you, sir. Bye. Bye.